黒服。戸崎が雇っていた黒服の傭兵部隊のうちの、平沢と真鍋以外の二人。彼らに名前はありませんが、戦闘能力の高さや、死に際のセリフなどから高い人気を誇ります。オールバックで恋眉が特徴的な男は口数が多く、傭兵の仕事をしているのも、危険、アウトローなことが好きというのに比べ、おそらく黒服の中で一番若手な小太りの男は淡白で、最低限の会話しかしません。彼がこの仕事をしているのも金のためとのこと。また彼は、黒服の中でも登場頻度が少なく、他の3人は登場している場面でも彼だけはいないということがあります。そんな彼らですが、佐藤との戦闘の際にはあと一歩のところまで追い詰めることに成功。しかし佐藤の IBM が自走させられるようになっていたため、敗北しました。二人とも覚悟決まってる姿がかっこよすぎる。